皆さんこんにちは。私はリック・スタインバーガーです。今日は皆さんに一本のビデオフィルムを見ていただきたいと思います。今日人間の科学は目覚ましく進歩しましたが、その最先端技術をもってしてもなかなか解明できない不思議な事柄はたくさんあります。例えばなぜ恐竜は絶滅したのか、なぜ渡り鳥は何千キロもの飛行をしなければならないのか、あれだけ昔から多くの人が目撃していながら人類の前にその正体を明らかにしない空飛ぶ円盤とは何か、なぜ人間には人種があるのか、なぜ人間は生まれたのか、なぜ男性にもおっぱいがあるのか、これらの疑問にはまだ誰も答えられません。もちろん私たち学者にも。今日はそんな現代の科学では解明できない不思議な事件を紹介します。それは日本の東京に住む一人のごく普通の若い会社員に起こった身の毛もよだつような恐ろしく残酷で信じられないような物語です。それでは皆さん、私と一緒に。血が止まってる。痛くない。気持ち悪い。痛くない。全然。